前回大会最終10区でトップに立ち、3年越しの大会連覇、最多4度目の総合優勝に輝いた鈴鹿市。今年の鈴鹿市は大会初の3連覇を目指し、チーム一丸となって思いを一つにたすきをつなぎます。今年も前回アンカーの山中秀真選手や、全国大会で数々の入賞経験がある松本美久選手など有力なメンバーが勢ぞろい。今回の大会の目標は、自分の区間で区間賞を取ることとチームに貢献をすることです。ゲームチェンジャーになれるように、優勝に貢献できるような走りがしたいです。またこれまで11回出場している河合裕介選手は、今回初めて娘の花選手と親子でエントリー。念願の親子での出場に期待を膨らませます。今までこの子の成長を見てきて、こうやって一緒に走れるっていうことが一つの自分でも目標でもあったし、夢でもあったので、とても嬉しく思います。すごい楽しみです。頑張って一つでも順位を上げて、たすきをつなぎたいです。今年のチームも特に後半区間が県を代表するような高校生ですとか大学生を揃えることができましたので、そのあたりの走りが非常に楽しみです。大会初の3連覇を目標に、十分それが狙えるチームだと思いますので、ぜひ勝ち取りたいなというふうに思ってます。第13回、16回に続き、大会初の3連覇を狙います。3連覇目指して頑張るぞ。パワー！